ついこの間元夫と再会していろいろとあり、個人的にスッキリしたのでちょっと吐き出し。私は5年前に元夫と離婚している。元夫のタケルとは同じ地元で、中学、高校、大学とずっと一緒だった。好きだ、俺と付き合ってほしい。うん、喜んで。高校の卒業式にタケルから告白されて、私たちの交際がスタート。結婚してくれ、幸せにする。はい、喜んでお引き受けします。それから大学卒業後にプロポーズをされて婚約、それから1年後に結婚した。こんにちは、おじさんおばさん。いらっしゃい、冬美ちゃん。ゆっくりしていきなさいね。タケルのご両親も中学時代から知っていて、とてもいい人だった。だからタケルとの結婚も迷いなく決められたんじゃないかと思っている。しかし結婚してから激変した。いいか、お前はこれからこの家のために尽くすんだ。逆らうなよ。あんたが嫁に来たんだから、私たちがあなたのことを受け入れてやったということ、あんたには決定権なんかないのよ。私たちの言うことだけ聞いていなさい。厳しくしつけてやるからね。まあ耐えられて当然だろ。泣き言なんか言うなよ。愛していた夫も、いいおじさんも、いいおばさんも、鬼のような義家族に変わった。うちの地元では結婚後に同居するというのが普通の流れで当たり前だったので、そのまま夫の両親と同居。嫁に来たという名目だけで家事炊事すべて私がやるのは当たり前だった。何よこれ、シチューですって？え、ダメですか？何がダメですかだ。家族の好みもわからんのか。すみません。夫に目で助けを求めるも、言う通りにしろ。お前は稼いできたんだろ、嫁なんだから当たり前。完全に義両親の味方でフォローも助けもなかった。なんだこれは。こんな味の薄いもの作りやがって、本当に使えない子ね。和食を作れば味が薄いと言われ怒鳴られる。挙句の果て、目の前で作ったご飯をゴミ箱に捨てられる。あんなまずい弁当食えたもんじゃなかった。人前で堂々と捨ててやったわ。そうなの、嫌な思いしたわね、お父さん。弁当を作っても帰ってきてから食べずに捨てたと自慢げに報告される。あんた仕事いつ辞めるのよ。結婚後にも仕事は続けていいって言っていたからです。気に食わないのよ、正社員なんか気取りやがって。あんたなんかパートで十分でしょ。今すぐ会社辞めてきなさい。そう言って働いていた会社を強制的に辞めさせられた。仕事場が唯一の逃げ場だった私は、これによって絶望したのをよく覚えている。その後も扱いはひどいものだった。家にもっと金を落とせ。誕生日、記念日、父の日も母の日も全てお金をよこせ。お前は嫁だから祝い事はなし。うちの息子は後継ぎだからありだ。うちの大事な長男だからね。お前はそれについてきてるだけの置物だ。暴言は当たり前。軽く小遣れたりしても、お前は嫁だからと言われる。その他ご近所にも知れ渡ってしまうようなことをたくさんされた。お前が我慢すればいいんだ。父さんも母さんもお前のために言ってくれてるんだよ。鬱陶しいからそんなこといちいち言ってくんなよ。夫と話し合おうとしても相変わらず自分の両親の味方。この時点で私の心は完全に折れていた。最後の頼みの綱だと思い、泣きながら実親に電話。この地域では当たり前だ。お前の我慢が足りないんだ。私もそうしてきたの。泣き言を言わず辛抱なさい。今は我慢する時だ。いずれ変わる。いずれはあなたの時代になるわ。姑と立場が逆転する時が来るわよ。自分の両親すら義家族の味方だった。実際に地元ではそういう風習や雰囲気みたいなものはあるみたいだけど、私はいずれのことじゃなく今のことを聞いてほしいのに。もう、いや、このままこんなところにいたら頭がどうにかなりそう。この頃の私に味方は一人もいなかった。気が狂いそうな毎日をなんとか必死に生きていくのがやっとだった。そんな時、急にこんなことを言われた。うちの息子と離婚しろ。孫を産めないような馬爪はうちにはいらん。さっさと出ていけ。両親が言うなら仕方ない、離婚しよう。ある日突然義家族に離婚を迫られた。理由は私たち夫婦に子供ができないから。子供も何も営みさえまともにできていなかったのだから当然のことなのに。離婚届にサインをし、私は義実家から追い出された。私はあの鬼のような家から脱出ができたらしい。正直ものすごく気が楽になった。これからどうしよう。しかし私には帰る場所がないのが現実。両親には絶対に頼りたくない。家を借りるお金もない。その時久しぶりに携帯が鳴った。もしもし、冬美か？お兄ちゃん。電話の主は地元を離れ県外で暮らす兄からだった。大丈夫か？
うん、嘘をつくな。地元にいる俺の友達に大体は聞いてるぞ。こっちに来い。世界が変わるぞ。ありがとう、お兄ちゃん。心配をかけたくなくて、頼ってはいけないという思いから私から距離を置いていた。けど、最後に助けてくれたのは大好きな兄だった。それから私は兄のいるところに身を寄せ、家事をしながら仕事探し。前職のスキルを買われ、就職に成功し、無事に社会復帰した。ありがとう、お兄ちゃん。兄が妹を助けるのは当たり前だろ。早く助け出すことができなくてごめんな。私の味方でいてくれたことが何よりの救いだよ。兄の元から自立し働き出した私は、その1年後に私の過去のことを受け止めてくれた同僚と再婚。現在は2児の母をしながら会社員をやっている。数日前、地元から高校の同窓会の案内が来ていた。いろいろと思うところはあったけど、高校の友達には会いたかったので久しぶりに地元に帰った。うゆみ、久しぶりだな。友達と談笑していたら、声をかけてきたのはなんと元夫のタケルだった。どうやら地元を離れて事情を知らない幹事が、タケルの言い分だけを信じ、私と話す機会を与えてやると張り切って呼んだらしい。あの時俺は親に逆らえず未熟だった。親も反省してるよ。お前がいなくなってお前の大切さが分かったんだ。あの頃みたいにさ、またやり直そう。あれだけの仕打ちをしておいてやり直そう。あまりにも身勝手な言い分に私はプツンと切れた。はて、あの頃ってどの頃のこと？会社勤めが気に入らないって言われて会社辞めさせられた頃？それともご飯すらまともに食べられなかった頃？それともご飯捨てられてた頃？ああ、それとも存在が気に食わないって言われた頃の話かしら？ああ、正座で意味のわからない説教を2時間もされたこともあったかしら？あとは、もういい。確かにね、あの頃は私が悪かったわ。家族とか名乗るあなたたち鬼の一家から早く脱出すればよかったし、記録や録音を取って警察に行けばよかったからね。その判断ができなかった私にも非があるわ。え？なんだっけ？あの頃のようにまた生贄になりに来いって。残念ね。私にはもう家族がいるのよ。優しい夫と子供、優しい義両親もね。あなたの顔を見に同窓会に来たわけじゃないのよ。さっさと目の前から消えて。うっとうしい。子供できたんだな。私別に馬爪じゃないもの。それに四六時中監視されてる中でどうやって子供ができると思ったの？赤ちゃんはある日急にできるわけじゃないって習わなかった？私の暴露により周りの同級生たちは元夫に対し明らかにドン引きしていた。その人たちの冷たい視線を浴びながら元夫は肩を落とし帰っていった。その後、幹事の人からはものすごく謝られ、周りの同級生たちからはたくさんのグッジョブをいただき、楽しく同窓会は終了した。そして地元にいる義実家の現状を兄の友達情報により私は知ることとなった。正直同情心も湧かないわ。ぜひそのまま周りを巻き込まず、ご家族仲良く暮らしていってほしいわね。私に対する仕打ちはご近所でも知れ渡るくらいだったので、ご近所からは嫁いびりの鬼一家として疎遠され、現在嫁どころが女性さえ寄りつかないようになっているらしい。というか、元夫が彼女らしき人を連れてきても、ご近所の方があそこはねとそれとなくあの一家のことを教え、その都度逃がしているらしい。正直自業自得だ。親父とお袋が孫に会いたいって言ってるけど、鬼一家予備軍に合わせる孫などおりませんって言っといて。一生合わせるつもりもないこともね。まあうちの両親も自業自得だな。了解。お兄ちゃんにはもちろん合わせるからね。また子供連れてそっち行ってもいい？おう、いつでも来いよ。あの時、奇跡のようなタイミングで私に電話をくれた兄がいなければ、今の私はいなかったと言い切れる。ありがとう、お兄ちゃん。これからちゃんと恩返しをしていくからね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。